はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。本日は2023年の3月24日金曜日でございます。今日は今からですね、東京ディズニーシーの方に行きたいなと思うんですけれども、本日はですね、混雑動画とかではなくて、このマスク着用について見に行こうかなと思います。皆さんもねご存知だと思いますけれども、3月の13日からこのマスク着用がですね個人の判断となりました。で、13日はですね USJ の方に行って確認したんですけれども、 USJ の方はクルーはですねまだ強制的にねつけなくちゃいけなかったんですけれども、ディズニーは違ってですねキャストも取ってもいいんですよ。ですので結構ねキャストの方もですね取ってる方がいるということで、本当にねもうキャストも取ってるのかなとかね、あと周りにいるゲストたちどのぐらい取ってるのかなとか、まあ、今現在のですねこのマスク着用についてですねいろいろ見ていこうかなと思います。ちなみにね今日ねもう朝の6時半ぐらいからねこのエントランスの映像撮ってるんですけれども、今のところはね8割ぐらいの方つけてますかね、まあ、リゾートラインとかねぎゅうぎゅうになっちゃうところはもうほぼほぼ全員つけてる感じです。ただねたまにですけどね、また30人に1人ぐらいなんですけれども、外している方もちらほらいるかなと思います。まあ、昔に比べたらはるかに撮ってる方は増えましたよね。はい、ということで今日はですね3月24日現在のそのマスクのですね着用の状態を見に行きたいと思います。では早速 C の中行きましょう。さすがにセキュリティキャストはマスクつけてるみたいですね。はい、ディズニーシーに入りました。すでにですねもう結構ねマスク外してる方多いですね。この辺はね写真スポットなんで外してる方もいるのかなと思いますけれども、半分ぐらいの方撮ってますね。まあ、おそらくね混雑するアトラクションとかね Q ラインとかはつけてるのかなって感じがしますね。まあ、まだねこの辺だけなんで何とも言えないですけれども、いろいろ見ていこうかなと思います。今ねこの辺5分ぐらい見てたんですけれども、結構ね思ったより撮ってる方多いですね。2割ぐらいの方は撮ってるんじゃないでしょうか。13日の初日に USJ 行きましたけれども、 USJ よりねはるかに撮ってる方は多い印象ですね。ガチで普通に外してる方めっちゃいますね。正直9割方つけてんのかなってイメージでしたけども、全然そうでもないな。本当に外してる方は多いです。で、今ね学生グループ多いですから、そのグループの1人でも外したらみんな外すみたいなね、まあ、そんな感じなのかもしれませんね。なのでグループでつけてる方はつけてるんですけど、外してるグループはねほぼみんな外してるみたいな、そんなイメージですね。見た感じ2、3組見渡せば外してる方いるなって感じです。方も向こうから来た方も外してます。こんなに多いんだな。予想以上に多いですね外してる方。ここら辺もね全員外してましたね。あ、今このねセキュリティキャストの方マスク外してます。あんまりねキャストで外してる方はいないんですけれども、本当稀にいますね。でもセキュリティも外してるんですからすごいよね。この方も外してますね。もう3割ぐらいの方外してるって言ってもいいかもしれないですね。もう一回り見渡せば絶対外してる方います。本当昔のパークに戻ってきましたね。で、まだね3月ですからね若干肌寒いんで、まだつけてる方もいますしね、花粉症でつけてる方も絶対いるはずですので、まあ、この花粉がなくなってきたらとか、あとはさらにね暑くなって6月とかね7月とかになったら、もう本当ほぼほぼみんな外すんじゃないですかね。キャストは今のところ1人しかマスクつけてないの見てないですが、ゲストはすごいですね。本当にこんなにつけてない人多いと思いませんでした。まだ9割ぐらいつけてんのかなってイメージでしたけどもね。本当普通に外してますね。もうジョマジョマ外そうかな。ジョマジョマ外しました。今ね23度ぐらいあるらしくてね、めちゃくちゃ暑いので、もう本当に外したくてしょうがなかったんですけども、久々にパーク内で外しました。でもやっぱ外すといいですね。なんかディズニーの、ポップコーンとかの匂いが直接来るので、なんかいいなと思います。もうやっとね昔のパークに戻ってきましたね。
ビレッジグリーティングプレイスの前にいるキャストさんも撮ってました、マスク。他の3人はつけてますけども、1人だけ撮ってる方いますね。でもね、キャストも外してるのでね、なんか久々にキャストの笑顔を見れたなって思います。今まではね、マスクでしたから笑顔がやっぱ見えなかったじゃないですか。なので、なんかどことなくね、暗い雰囲気になっちゃってたんですけれども、やっぱこうやってね、マスク外してるキャスト見るといいなと思いますよね。インディーのキャストもマスク取ってました。ジョリキャストもぼちぼち見かけるようになってきました。ゲストの方もね、かなり撮ってますけれどね。ベネチアンゴンドラのキャストさんたちはほぼほぼみんなマスク取ってます。つけてるのはこのキャストだけですね。この方もこの方もこの方もで、そこに奥にいる方もみんな撮ってますね。なんだか午後になってマスクつけてる方が減ってきたような気がします。もうこの辺なんてもう半分以上の方がつけてないですね。あれですかね、朝一はマスクつけてるかつけてないかをチェックして、でなんか外しても良さそうだったら午後外すみたいな、そんな感じなのかもしれないですね。この男性キャストもマスク取ってます。はい、夜になったんですけれども、さらにですね、マスク取ってる方増えてきたように見えます。朝はね、もう全然もうみんな取ってないなと思ったんですけれども、もうね、夕方とか夜になるにつれてですね、もうどんどんもう周りがね、外してってるので、結構ね、自分たちも外そうみたいなね、そういう方が多いのかなと思います。はい、ということで本日はですね、東京ディズニーシーのマスク着用のですね、動画でございました。朝はね、もうジョマジエントランスから見てたんですけれども、エントランスはね、ほんと9割方ね、マスクつけてんなと思ったんですけれども、お昼とかね、夜になるにつれてどんどんね、マスク着用率がね、減ってきたかなって思います。夜はですね、だいぶ人数も減ってきますから、周りの方のですね、感覚もね、取れるので、マスク取ろうかなって感じの方が多いのかなと思います。おそらくですが、まあ、この花粉シーズンが終わったりですね、夏場になるともうほとんどの方がね、撮ってるパークが見れるんじゃないかなと思いますので、またその辺はですね、インパしたらご紹介していこうかなと思いますので、ぜひね、次の映像もお楽しみに待っていてください。それではですね、今日はこれで終わりにしましょう。ジョマジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。